キはいますわ。タヌキ、イタチ、イノシシもいるでしょうね。いけるやんね。シカもいるしね。シカが怖いですわ。夜バーンと飛び出してくるから。あ、そうか、シカがちょっとだけさ、もうちょっと待ってくださいね。あー、いいっすね。いや、結構見えた方がいい。あー、ちょっとあげる。見えたらじゃよか。なんて、耳。いや、大丈夫です。あの、かけて寝るよ。え？頭いざ起こすぞ。大丈夫です。このキャッチボールしたいですね。うん。でも、僕も捨てたかな。試合はやってないですか、他のチームと。うん、忘れやせへん。うん、朝からはやってんじゃんけ。はい。なんかそうなるとまた変わってきますもんね。ほんまに。やっぱりな。なんか上手い下手でこう化けていくっちゅう。試合する方がいいよ。だから朝の練習は無名に。やっぱり誰でも負けたら悔しいやんか。そうそうそう。昼から行きたいせん。わしリーダーのやつとな、あの俺は後から行ったんやけど、それとのごち仲ええねん。途中電話すんの。で、名前言えないさんな。試合したら朝からみたいになるさかいな。やめとこ、やめとこよ、まっちゃん。そうか。お前やめとこ。って、そんなにわしの言うこと聞いてくれんね。怒らしたことつけるな。わし誰にもそういうふうにしてするやろ。ああ、そうする。確かに。まあ、そこですね、一興さんの。わしの、そのリーダーのお前よ、って言うの。わしだけよ、お前よ、って言うの。他の人は引き続けてな。うん。三軸してるよ。そういう間柄にならなあかんの。そうですね。さん付けするみたいにいつまでもさん付けするのに。ああ、まあまあ。誰いたよ。なんか言うてんの、まあ、張りますと言ってる。張りますと言ってる。わらさん、その人に全然どつかへんで。いや、向こうも切って、やっぱりな、パッと見たらわかるかってな。こいつはちょっと伏せもんや言って、そない言うたで。エビスコン来てないですか、あの若い子。あの人な。来てない。こんにゃなった。あ、マジですか。なんかじゃあやっぱり、おもんなくなったんですか。一年ぐらい見られなったぞ。あ、やっぱ石神さんちゃうか。あんな。でも可愛がってもうてましたよ、なんかもね。かわいがってんけど、あんなに厳しに言うたらあかんや、こんにゃなるよ。よかれと思って言うてんやけどね。まあ。あのおばちゃんも来てるんですか、たまに見に来てたおばちゃん。いや、こんにゃな。森川さんと揉めてこんにゃん。わかるやろ。いや、森川さんにあんなおばちゃんやったら。ピュッとそれからアプリからこんにゃなった。森川さん、ああいうのには、ああいう人には、わしらにはやる子やけど、ああいう人にはきついからな。思ったこと言うから。もしまだサニー乗ってます？車乗ってる乗ってる昔のね森川さん、それ博物館持って行けよ言うても怒らんだよ。いや、20年以上前の頃じゃん。いや、ほんまにあれもう博物館持って行かなかった。まだあのサイドミラーよ。あ、いやいやいや、カバーのかかったやつ。あ、前にあるじゃん、こっち。あれが定番のサニーですよね、やっぱ。みんな乗ってる人おらんやろ。いないですね。あれ、ええ車ですけどね。どうにして車検、あのめったに乗れへんって車検切れてんだって。で、事故をしたら全部かぶらなあかんやん。ああ、なるほどね。そうですか。ちょっと散歩してくるから。ああ、ちょっとね、よく見ればちょっと寝られへんやろし。歩いて帰るとかやめてくださいよ。危ないな、死んでまうわ。今日さ、やりかねんから。こっから何キロある？70キロあんちゃん。まあ、そうですね、80、70。あるね。行くじゃったら半日で行くでしょ。もう50ほど行ったら伊勢湾やろ。そう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 。何だお前。伊勢神宮ね。80やったらお前、20時間とか1時間に4キロ歩くとして。